今回なんですけども、フェリアに僕もちょっと出店をさせていただこうかなと思っております。どうなっていくか分かりませんがやっていきます。はい、着きました。このフェリアで立てていきたいと思います。ここに場所をいただきましたので、僕の商品を載せていきたいと思います。ご飯を作って具を今入れております。素晴らしいね。これは大豆ミート、ってことはベジタリアンも食べれるってことですか？はい、ビーガンです、ね、あ、ビーガン用に。チリはビーガン多いんですよ。あ、そうですか。やっぱり、お、すごい、もうできた。すごいっすね。すぐできましたもんね、今ポーンってなってただけで。はい、始めました。エサエスモパラメセベリデエスパラユーチューブパラミオエスパラカミナパラエスエスゴムヒアマスタビリザシュン。ここたくさんの人が来てくれています。この商品の状態でなんとなく、GoPro とこれが似てるってことで、これがやっぱり一番人気ですね。歯ブラシが僕結構自信あったんですけど、歯ブラシはそこまで。はい、ということでね、あのプロダクトの日本の製品はすごい人気がありますが、やっぱカメラですね。パラミューノセレンドパラジョジョジョテンゴパヒナデユーティビジッケベンディオエストエストのパラディケベンディオアベルアジョティネティネボルサタメアイMuchas gracias, señora. Es ojo de pez. Muy bueno. Lens, cámara de lens, 5000 pesos de get. Gracias. Este, mira.Con este, lo voy a vigilar. Mejor. Secreta, secreta. 2万ペソで売れました。うわ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。Esta es tuya. Esta es mía. はい、ということでね、1つ、もう2つ売れました。おばちゃんが2つ買ってくれたんですけど、レンズとあのカメラっすね。じゃあ。軍手を買っていただきました。イエス、軍手300円だから、まあまあ元は取れてるから、いろいろな人がやっぱ見てくれますね。嬉しいな。プロダクティブ8本はすごい人気です。あのおばちゃんまた買ってくれたんですよね。あの、なんていうんですか、このベルトを1万で買ってくれました。すげえ、めっちゃ嬉しいな。プロダクト8本ネースでございます。隣のおばちゃんさっき買ってくれたんでね。隣のおばちゃんがまた買ってくれました。3000ペソで、あの充電器ですね。充電器を買ってくれました。結構マーケットもすごい活気を増してきましたね。あのガスが売れて、ガスとあとイヤホンも売れそうになって、川上さんが買ってくださるので、いろいろ、あとこれ結構ね人気なんですよね。やっぱりこれでね、でも70円ぐらいなの、めっちゃ安いです。いや、ここだけいる？エゾトレインタ。じゃあ、コンコン、トード。やっぱ人気ですね、カメラが。はい。エサはパラミ。ノ、ノセベンデ。モイカロ。これは買えません。歯ブラシ売れました。チャオ。ジャグラシア。ありがとう。Tal vez mañana, tal vez voy a volver aquí. Entonces puedo pasar mi batería. Ah, vale, genial. Sí, ya, muchas gracias. Chao. Dice chao. Arigato, arigato. Chao. Hi, ということで、デカカメラを売れました。もう残りがこんなしかない。これしかも川上さんのなんで、僕の商品はあとこれしかないですね。はい、ということで全部は売れてませんが、大体売れました。
残ってるのがこれと、まあ、ちっちゃいカメラと、これは別に売るつもりじゃなかったんで、ギャスビーの整髪料だいぶ売れました。お金の計算はまた後でしますが、今日はねこんなに売れると思わなかったです。軍手とか電池とか、普通の石鹸とかも売れたので、めちゃめちゃ調子良かったんじゃないでしょうか。ちょっとね家に帰って計算したいと思います。それでは家に帰りましょう。はい、ということで帰ってきました。稼いだお金がこちらになります。ちょっと数えていきますね。86,000ペソです。86,000ペソってことはだいたい1万円ぐらい稼げたんですね。12,000円をゲットすることができました。いや、これは結構いいですね。日本イコールテクノロジーみたいなイメージがあるので、日本人が売ってるっていうことでも結構こう日本みんなこうわんさか来てくれたりとかして、そのやっぱり日本人ってすごいなって思いました。ありがとうございます。本当に日本の影響力は本当に素晴らしいと思います。昔のね日本人がやっぱり日本人の方々がね頑張ってくださったおかげで、外国の方が日本はすごい国だっていうふうに思ってくださってるのでね、こういう影響力はやっぱり本当に美しいものだと、すごいものだと感じさせられました。ありがとうございます。マーケットに行ってみたらこんなに稼げましたということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。